日本語を学びましょう余りものでもやり方次第では生きるどんなもんでも価値がある余りものでもやり方次第では生きるどんなもんでも価値がある。

あまりものでもやり方次第では生きる。どんなもんでも価値がある。女が職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が 職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が、職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が、職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が、 職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。女が職場で戦うには二つの方法がある。女を武器にするか、女を捨てるか。 前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。 前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。 前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。前を向いてみたらどうですかこれからの自分に何が大切なのかをちゃんと考えるって。だからって偉くない負けだからってダメじゃない。だからって。

えらくない負けたからって、ダメしゃない。ないない人の心がわからねえと頭が良くても意味ねねええな。人の心ががわからねえと頭が良くても意味ねえな。

妥協かめか結婚に理想などないあるのは妥協かめか結婚に理想などないあるのは妥協かめか結婚に理想などないあるのは妥協かめか好きな人からもらえれば草だろうが花だろうが何でも

好きな人からもらえれば、草だろうが花だろうが、何でも嬉しいもんだよね。好きな人からもらえれば、草だろうが花だろうが、何でも嬉しいもんだよね。好きな人からもらえれば、草だろうが花だろうが、何でも嬉しいもんだよね。好きな人からもらえれば、草だろうが花だろうが、何でも、 嬉しいもんだよね。でもさ好きでもない人からものもらうのって何かこうかりを作るみたいで気持ち悪いっていうかさでもさ好きでもない人からものをもらうのって何かこうかりを作るみたいで気持ち悪いっていうかさでもさ好きでもない人からものもらうのって何かこう。 りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。でもさ、好きでもない人から物をもらうのって何かこう、りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。でもさ、好きでもない人から物をもらうのって何かこう、りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。でもさ、好きでもない人から ものをもらうのって何かこう、狩りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。でもさ、好きでもない人からものをもらうのって何かこう、狩りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。でもさ、好きでもない人からものをもらうのって何かこう、狩りを作るみたいで気持ち悪いっていうかさ。 夫婦喧嘩ってのはな、負けた方が勝ちなんだよ。自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。夫婦喧嘩ってのはな、負けた方が勝ちなんだよ。自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。夫婦喧嘩ってのはな、負けた方が勝ちなんだよ。自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。 夫婦なさいってのはな負けた方が勝ちなんだよ自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと夫婦喧嘩ってのはな負けた方が勝ちなんだよ自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。 夫婦喧嘩ってのはな負けた方が勝ちなんだよ。自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。夫婦喧嘩ってのはな負けた方が勝ちなんだよ。自分からごめんなさいっていう勇気を持たないと。例えば、二人が船に乗っているとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。 そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。 例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、 一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗っているとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。そのバランスは二人にしかわからないけど。例えば、二人が船に乗ってるとする。でも、一方に負担がかかりすぎると沈んじゃう。 そのバランスは二人にしかわからないけど。本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。本当の笑顔でないと意味ないやろ。 嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。 本当の笑顔でないと意味ないやろ。嘘の笑顔で踊っても誰も感動せんでな。でな今日できないことは、明日もできない。明日できないことは、今日はできる。今日できないことは、明日もできない。 明日できないことは今日はできる。今日できないことは明日もできない。明日できないことは今日はできる。今日できないことは明日もできない。明日できないことは今日はできる。今日できないことは明明日日日日もででででききききななない。いいここととははは。今今る。

大事なことは、さ、悔いまではなく、今を変えようとする未来への意志だ大事なことは、さ、お、悔いまではなく、今を変えようとする未来への意志だ大事なことは、さ、お、いまではなく、今を変えようとする未来への意志だ大事なことは、さ、お、悔いまではなく、 今を変えようとする未来への意志だ大事なことはさ悔いまではなく今を変えようとする未来への意志だ大事なことはさ悔いまではなく今を変えようとする未来への意志だ大事なことはさ悔いまではなく今を変えようとする未来への意志だ 私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起き上がることにある。私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起き上がることにある。私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起き上がることにある。

私の最大の光栄は一度も失敗しないことではなく倒れるごとに起き上がることにある私の最大の光栄は一度も失敗しないことではなく倒れるごとに起き上がることにある悪口を言うやつは無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている。 悪口を言うやつは無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている悪口を言うやつは無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている悪口を言うやつは無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている悪口を言うやつは 無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている。悪口を言う奴は、無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている。悪口を言う奴は、無視していい。毒を吐く人は自分も毒を吸っている。悪口を言う奴は、無視していい。 毒を吐く人は自分も毒を吸っている。だって好きな人と食べた方が美味しいじゃないですか。食べた方が美味しいいじゃないですか。

人生は先の見えない後悔です。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 人生は 先の見えない後悔です人生は、先の見えない後悔です。人生は、先の見えない後悔です。はです花はね、そのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、花に触る資格なんてないの。花はね、そのままで美しいのよ。 もっときれいにしてあげられないんだったら、鼻に触る資格なんてないの。花はねそのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、鼻に触る資格なんてないの。花はねそのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、鼻に触る資格なんてないの。 花はねそのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、花に触る資格なんてないの。花はねそのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、花に触る資格なんてないの。花はねそのままで美しいのよ。もっときれいにしてあげられないんだったら、花に触る資格なんてないの。 花はねそのままで美しいのよ。もっと綺麗にしてあげられないんだったら、花に触る資格なんてないの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、汚い手で触るんじゃねえっつの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、 汚い手で触るんじゃねえっつの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、汚い手で触るんじゃねえっつの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、汚い手で触るんじゃねえっつの。女だってそうよ。 付き合っっっっってて最近れいいにななたたねね言わんんだら汚手で触るじゃつの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、汚い手で触るんじゃねえっつの。女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら、汚い手で触るんじゃねえっつの。 女だってそうよ。付き合って最近綺麗になったねって言われないんだったら汚い手で触るんじゃねえっつの。成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。 成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。成功の陰には数多くの失敗の道のりがある。成功の陰には 数多くの失敗の道のりがある。傷つくことを恐れるよりも、変化できない自分を恐れるべきだね。傷つくことを恐れるよりも、変化できない自分を恐れるべきだね。傷つくことを恐れるよりも、変化できない自分を恐れるべきだね。

傷つくことを恐れるよりも、変化できない自分を恐れるべきだね。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。 今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。 今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は思います。今の自分の生活に本当に不満なら、その気持ちを誰かのために犠牲にするべきじゃないと僕は、 思います動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても、誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても、誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。 動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、 とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、とどまってるわけにはいかない。 自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。動けなくても、ずっとそこに、留まってるわけにはいかない。自分一人で動けなくても誰かの力を借りてでも、まずは一歩進まないとな。誰かに迷惑かけないで生きてる人なんていないんじゃない みんな誰かに支えられて助けられて生きてるんじゃない誰かに迷惑かけないで生きてる人なんていないんじゃないみんな誰かに支えられて助けられて生きてるんじゃない誰かに迷惑かけないで生きてる人なんていないんじゃないみんな誰かに支えられて助けられて生きてるんじゃない

誰かに迷惑かけないで生きてる人なんていないんじゃないみんな誰かに支えられて助けられて生きてるんじゃない誰かに迷惑かけないで生きてる人なんていないんじゃないみんな誰かに支えられて助けられて生きてるんじゃない若いうちにどんどん失敗して未来のために鍛錬石も 若いうちに、どんどん失敗して、未来のために鍛錬席も。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  若いうちに、どんどん失敗して、未来のために鍛錬席も若いうちに、どんどん失敗して、未来のために鍛錬席も若いうちに、どんどん失敗して、未来のために鍛錬席も人の美醜をあれこれ言うのは、不謹慎です。そりゃ人間の価値は、 心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。人の美醜をあれこれ言うのは、不謹慎です。そりゃ人間の価値は、心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。人の美醜をあれこれ言うのは、不謹慎です。そりゃ人間の価値は、心の美しさですから、 もっと内面に目を向けるべきです。人の微臭をあれこれ言うのは、不謹慎です。そりゃ人間の価値は、心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。人の微臭をあれこれ言うのは、不謹慎です。そりゃ人間の価値は、心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。 人の微醜をあれこれ言うのは不謹慎です。そりゃ人間の価値は心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。人の微醜をあれこれ言うのは不謹慎です。そりゃ人間の価値は心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。人の微醜をあれこれ言うのは不謹慎です。 そりゃ人間の価値は心の美しさですから、もっと内面に目を向けるべきです。外見より内面で選んだ方が立派なのか。外見より内面で選んだ方が立派なのか。外見より内面で選んだ方が立派なのか。外見より内面で選んだ方が立

不正解も確かめられないもん正解も不正解も確かめられないもん恋愛にフェアとかないから好きになった方が負けなんでわざわざ負け戦すんの恋愛にフェアとかないから好きになった方が負けなんでわざわざ負け戦すんの 恋愛にフェアとかないから、好きになった方が負け、なんでわざわざ負け戦すんの恋愛にフェアとかないから、好きになった方が負け、なんでわざわざ負け戦すんの恋愛にフェアとかないから、好きになった方が負け、なんでわざわざ負け戦すんの恋愛に フェアとかないから、好きになった方が負け。なんでわざわざ負けいくさすんの？恋愛にフェアとかないから、好きになった方が負け。なんでわざわざ負けいくさすんの？恋愛にフェアとかないから、好きになった方が負け。なんでわざわざ負けいくさすんの？ 口の上で言うのがさらに綺麗で、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、極のところたわごとを言うのです。口の上で言うのがさらに綺麗で、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、極のところたわごとを言うのです。 口の上で言うのがさらに綺麗で、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、極のところごとを言うのです。口の上で言うのがさらに綺麗で、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、極のところごとを言うのです。 口の上で言うのがさらにきれいで、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、曲のところたわごとを言うのです。口の上で言うのがさらにきれいで、もし自分の加えた束を脱出することができないならば、曲のところたわごとを言うのです。

実は幸せなんじゃないかなそれほどダメな恋ができるって、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 実は幸せなんじゃないかな<愛> それほどダメな恋ができるって、実は幸せなんじゃないかな。それほどダメな恋ができるって、実は幸せなんじゃないかな。それほどダメな恋ができるって、実は幸せなんじゃないかな。大人になるときしばらくなって、ダメな子ってできないの。 大人になるときしばらくなって、ダメな、こってできないの。大人になるときしばらくなって、ダメな、こってできないの。大人になるときしばらくなって、ダメな、こってできないの。大人になるときし,しばらくなって、ダメな、こってできないの。大人になるときしばらくなって、ダメな、 凝ってできないの大人になるときしばらくなってダメな凝ってできないの大人になるときしばらくなってダメな凝ってできないの焦るなよ何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ答えなんて簡単に見つかると思うなよ 焦るなよ。何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。 何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。 何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。焦るなよ。 何かしなくちゃとか何か決めなくちゃとかお前はまだたった17年しか生きてないんだ。答えなんて簡単に見つかると思うなよ。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いいのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。 痛いのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。 可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。可能性が1%でもある限り諦めんぞ、開けてくれ。痛いのは生きてる証拠。

選べないやつは選ぶ気がないんだよ。選べない仕事ってのはな結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。 仕事ってのはな、結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな、結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな、結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな、 結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。仕事ってのはな結局最後は執念なんだ。どっちが本気で捕まえたいかで勝負は決まる。

人の人生を幸せなのかなんて勘ぐること自体傲慢なことなんだろうチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。 ででもそれをかかかかすすどうかは君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは 君の努力次第ですからチャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですから。チャンスは誰にでもあります。でもそれを生かすかどうかは君の努力次第ですから。つまんないこと真面目にやるのが大人だからな。 つまんないこと真面目にやるのが大人だからな。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  つまんないことまじめにやるのが大人だからな。自信を吸って、不安を吐き出せ。自信を吸って、不安を吐き出せ。自信を吸って、不安を吐き出せ。自信をすって、不安を吐き出せ。自信をすって、不安を吐き出せ。 自信を吸って不安を吐き出せ。自信を吸って不安を吐き出せ。自信を吸って不安を吐き出せ。他人から言われて初めて本当の自分に気がついたりするものよ。他人から言われて初めて本当の自分に気がついたりするものよ。

他人から言われて、初めて本当の自分に気がついたりするものよ。ののよ重要なのは、私がどう思うかではなく、君がどうしたいかということだ。重要なのは、私がどう思うかではなく、君がどうしたいかということだ。 重要なのは、私がどう思うかではなく、君がどうしたいかということだ。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  重要なのは、私がどう思うかではなく、君がどうしたいかということだ。重要なのは、私がどう思うかではなく、君がどうしたいかということだ。まさに夢が人生そのものになる。人生は、あなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生は、 あなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。 まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。まさに夢が人生そのものになる。人生はあなたの夢の大きさで測れるだろう。 恋愛の問題に正解なんてないんだから、それが恋愛ってものよ。そそれれがが恋恋恋愛愛愛っってててもものののよ。よ。問題に正解なんてないんんいだから、 恋愛の問題に正解なんてないんだから、それが恋愛ってものよ。恋愛の問題に正解なんてないんだから、それが恋愛ってものよ。恋愛の問題に正解なんてないんだから、それが恋愛ってものよ。恋恋愛愛のの問題に正解ななんんてていんだから、それが恋愛ってものよ。 世界の人口に対して誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです世界の人口に対して誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです世界の人口に対して 誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです世界の人口に対して誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです 1, 1とんでもなく奇跡的な数字なんです世界の人口に対して誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです世界の人口に対して誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1とんでもなく奇跡的な数字なんです 世界の人口に対して、誰かが誰かと出会う確率はおよそ180億分の1。とんでもなく、奇跡的な数字なんです。出会いは奇跡、大事にした方がいいですよ。出会いは奇跡、大事にした方がいいですよ。出会いは奇跡、大事にした方がいいですよ。

この花ね日陰の方がよく咲くんだって、そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって、花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって、そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって、花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって、そういう花もあるのよね。 でもいいじゃない。日陰に咲いたって、花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって、そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって、花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって、そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって、花は花だもん。 この花ね日陰の方がよく咲くんだって。そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって。花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって。そういう花もあるのよね。でもいいじゃない。日陰に咲いたって。花は花だもん。この花ね日陰の方がよく咲くんだって。 そういうい花もあるのよね。でもいいじゃない日陰に咲いたって花は花だもん僕は人となかなか仲良くなれませんからでも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです僕は人となかなか仲良くなれませんからでも一番仲良くなりたい人と。 仲良くなれたからそれでいいんです僕は人となかなか仲良くなれませんからでも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです僕は人となかなか仲良くなれませんからでも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです僕は人と なかなか仲良くなれませんから。でも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです。僕は人となかなか仲良くなれませんから。でも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです。僕は、人人と、と、ななななかかか仲仲良良くくれませんから、でも一番仲良くなりたい人と 仲良くなれたからそれでいいんです。僕は人となかなか仲良くなれませんから。でも一番仲良くなりたい人と仲良くなれたからそれでいいんです。人間はどんな悲しい目にあってもお腹は空くの。たくさん食べて忘れなさい。人間はどんな悲しい目にあってもお腹は空くの。 たくさん食べて忘れなさい。人間はどんな悲しい？目にあってもお腹は空くのたくさん食べて忘れなさい。人間はどんな悲しい？目にあってもお腹は空くのたくさん食べて忘れなさい。人間はどんな悲しい？目にあってもお腹は空くのたくさん食べて忘れなさい。

うまくいかないことだってあるんですから大丈夫ですようまくいかないことだってあるんですから大丈夫ですようまくいかないことだってあるんですから大丈夫ですよ。うまくいいかなことだってあるんですから。大丈夫ですようまくいかないことだってあるんですから,すかすから大丈夫ですよ